1月7日に逮捕、そして12月も1月も国会にどのくらい来てらっしゃいます？国会で仕事してないんじゃないですか？その方に12月の歳費、12月の賞与、1月の歳費支払われてますよね。財務大臣いかがでしょう？まず官房長官に伺います。今朝の報道紙面もすでにご覧になっていると思うんですけれども、自民党還流分の納税を検討すると、脱税の批判を踏まえと府記載議員に対して言うことの見出しが踊っております。これ見て私は非常に驚きました。つまり脱税をお認めになるというふうにこれは読み取れるんです。岸田総理の側近の官房長官としてどのような見解をお持ちでしょうか？内閣官房長官林芳正君。突然のお尋ねでございますが、報道は承知をしております。これは党の中でご議論がされておられるというような報道であったと承知しておりますが、党としての対応については官房長官の立場でお答えすることは差し控えたと思います。鎌田さゆりさん。政府の立場としてというのは、もう松野前官房長官と全く同じご答弁で、そう来るんだろうなと思いましたけれども、ですが岸田総理の側近のお立場にある官房長官です。官房長官、これね、自民党の対象となるなっている不記載の議員の方々、明日から確定申告が始まるんですよ。全国民は今日中に納税を、それこそ政府の立場として納税をすべきだと岸田総理にも進言をして指示が出せるようにするべきじゃないですか？いかがでしょう？先ほどお答えした通りでございまして、党としての対応でございますので、官房長官としての立場でお答えすることは差し控えたいと思います。政府は岸田総理を先頭に明日からの確定申告で皆さん公正に正しく申告をして納税をしましょうというキャンペーンを張っていらっしゃる。なのに政権与党の最大政党の自民党がこのざまですよ。予算委員会で連日この問題ですよ。お恥ずかしいと思いませんか？私は非常に恥ずかしい。恥ずかしいという気持ちがちょっとでもあるならば、鈴木財務大臣、それこそ国民から税をお預かりして、そしてその税をどのように使っていくか、財務省のトップのお立場として不記載に当たっている該当する議員、あるいはその他にもいらっしゃるでしょう。合計すると今のところでも 5.8 億円とも言われてます。この納税をきちんとするべきだと指示されませんか？財務大臣鈴木俊一君。先ほど官房長官から答弁もあったわけでありますが、その新聞記事につきましては私も拝見をしたところでありますが、それは党においてそういう動きがあるという報道であったと思っております。いずれ私が財務大臣という立場でこの不記載された議員に対してですね、納税をするようにということを私の立場で言うことはいたしませんが、党の立場を見守るということだと思います。国民には納税を呼びかけてて、議員だって国民ですよ。私もこれから確定申告する立場なんです。みんな個人事業主ですよ。なのにこの状況を国民の皆さんが見てて、明日からの確定申告、冗談じゃない、国民の我々舐められてるのかと、納税するそんな気持ちにもならなくなりますよ。ちゃんと矜持を示して 国会議員自らが襟を正してやっていかないと、信頼回復なんて始まりませんよ。これ、このことは今日冒頭に触れさせていただいたのはそれだけの重いものであるということは発言をさせていただいて、官房長官、財務大臣にお尋ねをさせていただきました。私今回政治と金の問題で不記載のキックバックの問題連日議論されてますけれども、忘れてる人いるんじゃないかと思うんですね。池田義孝議員です。令和3年の時には岸田内閣の文部科学副大臣なさってます。4800万円のキックバック、しかも政策秘書と共謀して1月7日に逮捕、そして12月も1月も国会にどのくらい来てらっしゃいます？国会で仕事してないんじゃないですか？その方に12月の歳費、12月の賞与、1月の歳費支払われてますよね。財務大臣いかがでしょう？歳費は支払われているものと承知をしております。国会議員として国会に来て国会を仕事していない人に、なんで歳費そして賞与出すんでしょうか？おかしいですよ。財務大臣としては財務省の財務大臣としてのご答弁だから今だって出たってことを確認したんですよ。今私が申し上げたいのは、この池田義孝さんなんですけど、
キックバック、いわゆる裏金と今言われてます。裏金、脱税、歳費のただ取り、3点セット、国民に対する詐欺に等しいですよ。官房長官、これ岸田総理の側近女房役と言われている官房長官、承認喚問すべきだということは再三要求されてます。この予算委員会で承認喚問に値すると思いませんか、伺います。今承認喚問というお尋ねでございましたが、まさに国会でお決めいただくことであろうというふうに考えております。今官房長官から国会でお決めになることということがございましたので、これは理事会において池田さんを承認喚問するべきだということを理事会でご議論いただきたいと思います。理事会で協議いたします。